マル君来るのかな。ジンニちゃんに滑り台怖いよ。ここここね、分かった。何かご要望に応えて。わ、銀杏の匂いくせえな。ペチャペチャ言ってるよ。はい、皆さんこんばんはね。仕事だった、遅かったね。新幹線は最終だね。べちゃべちゃ雨降ったな、これな。分かった。臭いな、銀杏の匂いが。これやばいとこだよ、マジで。はい、小林さんこんばんはね、いらっしゃい、どうも。マジやばいとこだよ。分かった。いや、有名じゃないけどね。うん、現象が起きやすいとこ、ここは。目つきが変わるな。目つきがね。はい、皆さんこんばんは、いらっしゃい。ねえ、なんか太ってなったね。はい、あきさんこんばんはね、いらっしゃいね。緑見てるよ、こっち。このやばい場所ですよ。トラック来んの、ここ。トラック入ってきてんの？大丈夫、トラック。こんな狭いところ。積もるぞ、あれ。あいつ積もるよ、多分。今のところ大丈夫だね。今日大型入ってきてる。ね。マル来るかもしれないが、一応警戒してるよ。なんかこれ向きによってかもう目が違うね。向きによってはそう、ハニヤのところですね。下から見るところわかるでしょ。なんかこっち見てるような感じ。それは誰が作ったんだろうね。これ昔の、でも新しいように見えるけどな。誰か捨てたんだろうね、埴輪を。細めでこっち見てない？細めで上から見るとこう、ほら目線が変わるんだよね。ほら口が開いてるように見えるじゃん、ポカーってなんかね。で目も、ね、二重になるでしょう。二重にね、こうするとほら細めって一重になるじゃん。で口はちょっと閉じてるように見える。
行って、なんか行ってんの。表情変わるんだよね。お腹鳴っちゃう。変わるんだよね。うわーさ、焦るでしょ。そう。で、これ古いんだよね、この辺も。ほら、これなんかほら、神祀っててね。うん。今何軒目だっけ？1軒目、2軒目。今4軒目。うん。そう、角度によって違うの。ほら、もう昔のやつ倒れちゃってる。そう。急に来たでしょ。そう。びっくりした。一瞬フリーズした。赤はね、ここでは出てないけど、今日8回出てるね。そう、8回目で、ね、あの取れちゃった。ハニーは。で、ちょっと違うところ行きますか。足が悪いんだよな。足がこすげえ悪いんだよ。柔らかいんだ、土が。前ね、こうそこのとこに、そう、8回出たの、今日。一番初めに3回出て、2箇所目で5回出たの。まあ、それっきり出ないんだけど。はい。アナウンサー、スパチャありがとうね。どうもね、いつもありがとう。ありがとうございます。わかりますね、ありがとう。そう、落ちて臭いんだよ、匂いがね。なんか、あ、車を開けようとしたぞ、今。いるだろ、窓。窓来たわ。開けようとしたぞ。なんか、どっかで。なんか落としたぞ。来たか。どこか止めたなか、止めて歩いてるからね。なんか足がめちゃ悪いんだけど。うん。お腹しないよ。結構高校の降水量多いんだよね、この時間でもね。うん。もしかしたら来てる。足は悪い。なんか、すげえ土が柔らかいから雨降ったな、こっち。バカ。あー、ミグさん、お久しぶりね。おちばか100ありがとう。ありがとうございます。どうもね。いつもありがとう。ありがとうね。さあ、ここから怖いんだよ。お若ゾーンだよ。お若ゾーン。坂道になってる。こんばんはね、いらっしゃいね、ありがとう。ねえ、ありがとうございます。黄色になったもん。
ここやばいんだよ、ここ一番。あれ大丈夫か。なんか声聞こえるな。どうか。まだ新幹線行ったわ。これ最終かな。ん？緑だね。怖いんだよ、ほんと。多分昔同窓だったんじゃないかなって。来ないな。大丈夫か。ね。起きてた。違ったら来るかな。こっち側だったら。来ないな。変わんねえわ。ん？ドキュンか。でキー赤はね、赤い来てる。もうやばいな。この辺りで聞こえたんだよな。すげえ静か。ドキュンだけじゃん、撃てるの。ね、ここが土葬だったんじゃねえかな。なんか気がねえんだよね。お別れだったんじゃない、もともと。昔は土葬だったんじゃない。なんかそんな感じがするんだよね。いないよな、ね、やめてくれよ。あ、来た。あれマロだべ、マロだべ。あれマロだべ。車で来たよ。マルだべ、マルだべ、マルか思われたよ。挙動がおかしいの。しかも俺暗いライト。あ、でも違うな、違うな。止まっちゃったよ、止まっちゃったよ、止まってるよ。怪しくねえよ。違うの、ワゴンだな、バンだな、白いバンだな。白いバンだったな。なんかちょっと挙動しかない。いや悪くないよ。あの1台で入れるスペースは上げてるから。だから下見たじゃん。マルじゃなかったけど、なんか怪しかったよ。なんか今挙動がね。いや違うも多分なんかね、普通のね、なんかあの白いワゴンだったよ。あの軽ワゴン。でも分かんねえかな。あれもしかして今度白いバンに来てる可能性も何とも言えねえからね。ちょっと向こう行くか。止まってるような感じするね。止まってない。
落としてるよね。さっきのトラックじゃないの。トラック。だ、生き捨てじゃん。トラック。バカなのかなこいつ。あ、そっちありがとうね。誰か。あ、ジャックさんありがとう。こちらですね、どうもね。なんで行くのかなと思ったの。積もるよって言うのは、あそこ狭いんだから、その時。分かってねえのかな。いや、なんか怪しくねえさっきの丸っぽくない、やっぱり。今度、バンで来たか、白いバンで。業者が使うようなバンで。まあ、ありがとうね。ありがとうございます、どうも。いいやな、と。さっきおかしかったよ、だって、動画。まず。挙動が。トラックもあるじゃないと思うけど。トラック分かってないんじゃない、あれ。ここ狭いからね、何気にね。そう。でもここ定期的にね、結構きれいにしてるからね、見やすいんだよ。可能性あるよ。だってここでやられたもん、昔。レーザーポインター持ってた時に、こういうふうにね、奥に隠れて、パパパパパパーンってやられた。ほんとこいつ暇人なんだね、って。ね。暇人じゃない、なんか。前ね、そこに、ほら、仮想場で、ね、小壺を入れるときに木の箱入れられるじゃん。置いてあったの。小壺と一緒に置いてあったの。中身は見てないけどね、怖いから。置いてあったの、ここに。ふって、いや、ちょっとこれ休憩しようかなと思ったら、え、骨壺じゃんと思って。ここに置いてあったのよ。そう、バクチンやられたんで、前ね。うわーだよね。びっくりしたよ。ふって横見たら骨壺があるの。え？もう今から多分7年前、8年前だと思うけど。で、ここね、結構ね、声が入るんだよね。聞こえなくても入ってる場合があるから、結構注意が必要なんだよ。小壺あったの不思議でしょ。だから結構ね、こう首吊ってる人多いんだよ、昔は。まあ最近は多分いねえだと思うけど。で、結構ね、まあ霊現象起きるんだよね。まあ見えたりはしないけど。で、おまわりさんもこの間ほら言われた、来た時に聞いたら、ここら辺噂があるって言ってた。ちらほらお化けの噂ありますねって。そう。ただ残念ながら交通量が結構多いんだ、ここ。それだけだね、ネックはね。あったよね、おまわりさんね。あったんだよ、びっくりしたもん。も結構ね、骨壺と重たいんだよ、何気に。そう、うちのお袋の骨壺持ってねえんだよな。持ってなかったな、そういえば俺。俺持ってねえな、そういえば。持ってねえな。そういえば、持ってねえぞ、俺。持ってねえぞ。うちの味は持ってねえな、もう。あ、うちの味は持ったかな、ちょっと。俺は持ってねえな。何気に。しょうがないよな、でも、車椅子だもん、うちの親父ずっと。今日いないのかな。じゃあ次、ちょっとマロが出そうなとこ行きますか。行ってもいいかな。さあ、マロくん来るでしょうか。埴輪でした。お疲れ様でした。